どうも、その3チャンネル、その3です。ということで、今回は、ちょっとこういうテーマでお話をしようかなと思います。初心者がカーボンロードいきなり買ってダメいいの？字余り。本当はね、五七五にしようと思ったんですけど、全然できませんでした。というのも、少し前にコメントでいただいた内容なんですが、初心者で、ロードバイクの購入を初めて検討されている方で、ただ初心者がいきなりかっこいいロードバイクを買うことがなんかおこがましく感じてしまうんですが、どうなんでしょうかというようなコメントをいただきました。まあその方にはもう文字で返信はしてあるんですけれども、このトークテーマいつかね、私も動画で喋ろうと思っていたので、いい機会をいただいたなということで、今回お話をさせていただければと思います。まあ、このテーマに関してはですね、本当賛否両論あると思うんですが、私園さんの意見として、見ていただければ幸いです。さあ皆様はどうでしょうか。初心者の方がいきなり高級カーボンロードバイクに手を出すということについてどう思われますか。私はですね、結論からもう言ってしまうんですが、初心者の人が1台目にして、高級カーボンロードバイクに手を出すというのはいいじゃんと思います。むしろね、ダメな理由が私は全然浮かばないんですね。確かにカーボンロードバイクっていうのは気をつけないといけないところがちょこちょこあって、まあ大きく私は今回2つお話をするんですけど、1つはカーボンロードバイク、まあ、カーボンという素材が結構繊細な素材になるので、まあ、破損壊れちゃうということが、まあ、起こってしまうんですね。雑に扱っていると。というのもアルミロードバイク、アルミっていうのは金属、アルミニウムですよね。カーボンっていうのは、アクリル繊維っていうのを高温1000度ぐらいで一気に炭化させたもの、まあ、炭のようにさせたものがカーボンという素材なんですね。なので、もともとが金属ではないので、衝撃、カチンというね、こう、ピンポイントで硬いものが当たるような衝撃には、とにかく弱いんですね。振動とか、路面からこうガタガタ来る振動に関しては、しなってくれる素材なので、壊れることはほとんどないんですけれども、まあ、倒れちゃったとか、何か硬いものが横からガーンと当たってきたとか、そういう衝撃には、とにかく弱くて、一発で、割れてしまうというような可能性があります。その辺の知識がない状態で、まあ今までのね、乗ってきたママチャリであったり別の自転車と同じように扱ってしまうと、もう1年も経たないうちに、フレームを破損してしまうということが確かに起こるので、初心者の方はそこを気をつけてほしいなとは思うんですけど、これってね、カーボンロードバイクを買うときに店員さんからうわー口酸っぱく言われるんですよ。私もオルトラ XR3 を購入した時は、もうカーボン素材の扱い方でもうどのぐらい喋られたんでしょうね。なので店員さんの話を真摯に受け取って右から左へ聞き流すではなくて、ちゃんと聞いていれば導入としては全然初心者でも問題はないと私は感じました。で、次に盗難被害なんですけれども、これはね、やっぱりカーボンロードバイクは狙われやすいです。すごく狙われやすいんですね。私も盗難のことに関しては一度動画にはしているんですけれども、まあ盗まれやすいというふうに思うよりは、カーボンロードバイクは盗まれると断言するぐらいに覚悟しておいた方がいいと思います。まあ、盗んだ方もね、高く売れるのでやっぱ狙ってくるんですよね。特に初心者で初めて購入される方で、通勤通学でカーボンロードバイクを買おうと思っている方、私は全然ダメだとは思わないんですけれども、通勤通学ということは、まあ会社の中に入ったり、学校の中に入って授業を受けたりってすると、大体6時間から7時間ぐらいは外かどこかに放置することになるんですね。その時に何が起きるかが全くやっぱりわからないので、まあそれもちゃんと自分の中で覚悟をしているのであれば、私は別に買ってもいいかなと思います。なんか買っちゃダメだという理由にはならないかなと
私は感じているんですね。初めてロードバイクを買うという方に私がね大切にしてほしいなというのは、アルミとかカーボンとかそういう素材の話ではなくて、ショップにこう見に行った時にこれに乗りたいなと、これ好きだなっていうロードバイクをまず見つけることが大事だと思います。で、それを買う上で余裕のある予算が準備できる、それが一番大事なのかなと思います。30万のロードバイクすごく好きなのを見つけて、あ、これにしよう、予算は30万ジャストあるや、これはダメですよね。あのロードバイク買ってもライトとか前後のライトとかベルとか、あとはそうですね、もうヘルメットとか自分の身を守るものとかいろんなものをね買い足さないといけないので、まあ、プラスだいたい5万から余裕があるなら10万ぐらい、まあ、予算を多めに見ないといけないですね。まあ、そこまで用意ができるのであれば、初心者の方がカーボンロードバイクを買うこと自体はやはりダメだという理由には、何もならないかなと思うんですね。例え話なんですけれども、例えば私が、友達と飲み屋さんとお酒を飲みに行ったとしましょう。まあ、今コロナウイルスの影響で全然行かないんですけれども、もし行って友達とねロードバイクの話で盛り上がったとするじゃないですか。ちょっとこの写真見てや、ここさ、この前ロードバイクで行ってきてんけど、めっちゃ景色良くて、まあ、ただね、途中の登りは結構しんどかったけどさ、下りがめちゃくちゃ気持ちよかったって話をしてる時に、その飲み屋の中にたまたまダウンタウンの松本さんがいたとしましょう。で、松本さんがバーって寄ってきて、ちょっとお兄ちゃんがええかな、運動も兼ねてちょっとロードバイク俺も始めようかな思ってんねんけど、なんかおすすめのバイクあるって聞いてきた場合、皆様が同じ立場だったらどうでしょうか。あの松本人志さんに、あ、初心者ですよね、だったらアルミロードバイクでエントリーモデル10万から15万ぐらいのがいいと思いますよって言いますか。私はさすがに言えないなと松本さんにおすすめするんだったらもう50万ぐらいからのカーボンロードバイク、もう上を見れば100万150万とか、もうそういうのをいきなりねちょっとおすすめしちゃうかなと思うんですね。まあ理由としては財力あるでしょうと松本人志さんレベルになればもうショップに行ってこう壁にかかってるロードバイク全部くれやって言えるぐらいね絶対財力あると思うので、そういうところもね、なんか初心者の方におすすめするときに、まあ、財力を勝手にこっちで想像して無理せずに高いロードバイクじゃなくて最初はアルミのエントリーモデルからがいいんじゃないですかと言ってしまう要因なのかなというのは感じるんですね。なので、まあ、初心者の方にロードバイク買おうと検討してるんですがって相談を受ける方、私以外にもいらっしゃると思うんですけれども、いきなり高級なカーボンロードバイクではなくて最初はエントリーモデルが買ってもいいんじゃないかなとおすすめする方は、どこかでね、やはりその資金源の問題を、まあ、考慮して、いきなり高いの買って壊しちゃう可能性があるんだったら、安いモデルから買って慣れて本当にハマったら2代目でいいの買ったらいいんじゃないというふうにちょっと親切心で言っている方も多いのかなと思うんですけれども、あまりね、それも一意見だと思って初めて購入される方は自分が好きなものを買ってしまうのがやっぱ幸せなんじゃないかなと個人的には思います。さあまとめですが、今回は初心者の方がいきなりね高級カーボンロードバイクを買うことはいいのか悪いのかというのをテーマにお話をさせていただきました。まあ、ほとんどの方が、まあ、レース志向の方はまあ置いておいたとして、ほとんどの方がね通勤通学という実用性プラス、趣味でロードバイク買おうかなと検討される方だと思うんですね。趣味において正解不正解というのは特にないです。趣味は誰かのためにするものではなく自分の人生を豊かにするためにやるもの、それが趣味なので、まあ、周りの意見は一意見だと思っていただいて、私の意見もそうですけど自分の好きなこれに乗りたいと思うロードバイクを見つけて無理のない予算を用意して、購入されるのがいいのではないかなと思います。最後にもう一度結論を言いますと、初心者の方が高級カーボンロードバイク1台目にして買うというのはいいじゃんと思います。今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。